はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース滝です。今回は女の子の日にそういった営みをしてもいいのかどうなのかという疑問に答えていこうと思います。まず結論としてはもう皆さん分かってるかもしれないですけど、しない方がいいです。じゃあしない方がいいのは分かるけど、じゃあなんでしない方がいいのっていう、まあその理由が分からないとなんとなく納得いかないじゃないですか。なので今からそれを3つ話します。まあ、これを最後まで見てもらえたら、あ、本当にこれってしない方がいいんだなっていうのも理解してもらえると思うので、ぜひね最後まで見てもらえると嬉しいです。はい。で、まず一つ目は、感染症のリスクが高まる。で、その生理中って、女性の中が血液で充満してる状態なんですよね。そういう時って、いつも通りに、そういう営みをしてても、簡単に傷つきやすいんですよ。で、それが、経血と混じって、出血に気づかないまま、結局傷からも血が出てる、けど気づかないっていうので、女の子側のまずリスクが上がりますよね。生理中以外の普段の時だと、女性の中は、自浄作用があって、それで、自分でウイルスとか雑菌とかからバリアを張るっていう、そういう機能があるんですけど、傷口ができてしまうと、やっぱりそっから雑菌とかウイルスっていうのは入ってしまうんですよ。で、それはどうしても、その自浄作用だけでは防げなかったりもするので、でまず、傷つきやすいっていうのが、まず一個の問題点です。このリスクって女性だけじゃなくて、男性側にももちろんあって、それが、下半身を使ったものだけではなくて、例えば手に逆向きができててとか、ちょっと深爪しててとか、傷がついてて、でそれで血液を触ってしまうと、そっからの感染リスクって全然あるんですよね。なのでそこはちゃんと思っている以上に血液っていうのは怖いんだよっていうのを頭に置いといてほしいです。はい。で、二つ目は、子宮内膜症のリスクが上がる。で、その生理中にするってことは、本当は出たいはずの血液を逆に押し込めることになるじゃないですか。そうすることによって、雑菌とかウイルスを子宮内に運んでしまう可能性があるんですよね。で、子宮内にウイルスが入ると、子宮内膜症のリスクが上がってしまうとも言われてます。で、子宮内膜症っていうのは、本来は子宮内部にできる内膜組織が子宮外にできてしまう病気のことを言うんですけど、それになってしまうと、炎症が起こって痛みが出たりとか、最終、不妊の原因の一つとも言われてるので、かなりね、やっぱ女性にとっては痛いことですよね。なので、これを考えると、例えばどうしても生理中にするってなった時も、深く入れすぎるとか、あとは激しい営みをする、これは絶対に避けた方がいいです。で、それはなんでかって言ったら、今言った血液の逆流をなるべく抑えるためです。っていうのが、まず二つ目でした。はい。で、三つ目は、妊娠のリスクがある。で、これ、都市伝説で、生理中にすると、妊娠しないから中で出していいよとか、そういう話って聞いたことないですか？あれ本当にデマです。全くそんなことはなくて、基本的にはその生理が終わってしばらくすると排卵日っていうのがあって、その排卵日の時期に男性の精子と結びつくと、それが受精して妊娠っていう形になるんですけど、でも女性ホルモンってストレスとか睡眠不足、あとはダイエットによってその周期が乱れることって普通にあるんですよ。なので本当はその生理が終わって1週間後とかに来るはずだったものが生理中に実は排卵してしまってました。でこういう話だって全然ありえるの でその時に、あ、じゃあ生理中だから大丈夫だと思って、そういった妊娠のリスクがある行為をしてしまうと普通にそこは妊娠します。で、その男性の精子の寿命って通常2、3日っていう風に言われてるんですけど、でも最長で5日とか1週間生き延びたっていう風な研究もあるので、そのままじゃあ1週間残ってて、そこでじゃあ排卵したらどうなるかって言ったら普通に妊娠しますよね。なのでそれを考えたら、生理中だから生でしても大丈夫とか中で出しても大丈夫とか、もうこの考えめちゃくちゃ危険なので絶対にやめてください。はい。ということで、今回はその女の子の日の営みをどうするかっていうね、お話をしたんですが、いかがだったでしょうか。で、今回話した内容は、女性、男性、どちらにも知ってほしい内容だったので、ぜひ頭に入れて、
まあ、生活してもらえたらなというふうに思います。で今回の動画が少しでも参考になったとかいいなと思ってくださった方は下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。